Na gut, aber war mal ein Versuch wert. Haben wir das auch mal gehabt. So, wir müssen da hinten lang, genau. Dann hole ich mir die Kiste ein andermal. Muss sie so lange stehen bleiben. ここを上がれば個人の入り口よ。おやすみ。蝶と共に散れ、スターレイファントム。 思ってたより綺麗に保たれてるみたいね。わかったな、オペンスハウスを。みんなで厄介に抗っていたら、こんなに早く帰る場所を失わずに済んだのに。いや、オペンスハウスを。着いたわ。ここよ。あれからかなり経ったのに、全然変わってないわね。そこに雑用品が積んであるわ。 なたが言ってたアルコールがないか探してみましょう。Ob wir ins Haus auch reinkommen und richtig da durchlaufen und alles erkunden können, wollte ich gerade viermal sagen. Ah, ein kleiner Spielplatz hier vorne. Mal können wir darauf? Nee, schade. Wäre lustig als kleines Achievement, so nach dem Motto, einfach mal die Rutsche hier runter zu rutschen. Wir können aber wohl nicht rein. Schade.何年も前からここに置いてあるんでしょ。使って大丈夫なの？仮想部の人間が使用期限を気にすると思う？使えるものがあることに感謝しないと。あれ？ない。どこにもない。 どういうこと？全部空じゃない。一体誰が？気をつけて。後ろに敵が。Ein Boss。禁止区域でしかこんなの見たことない。相手が誰であろうと、背後から襲うような奴には容赦しないんだから。 めんどくさいやつ。悪い子ね。おやすみ。しつこい。うちの出番。君らはこの力生徒し、君らに選ぶ余地はない。 お注射の時間よ。<笑>鬱陶しいわね。たまには真面目に行く。うちのとっておきを食らえ。<笑>しつこい。いや。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。痛い目に会いたいのか。<笑>悪い子ね。おやすみ。ついてないね。<笑> うっとうしいわね。お注射の時間。そう。ふん、所詮雑魚は雑魚ね。Tja, wir waren ja auch zu dritt. Na gut, eigentlich waren wir zu viert, aber egal. な、私一人でもやっつけられたわよ。まあ、でも一緒に戦えて、それなりに楽しめたわ。 これで危険は排除できたわね。次は中を探してみましょう。確か、あっちの隅っこに在庫を置いてたはずよ。小さい頃、しょっちゅう外で騒いで怪我をしてたから、覚えてるわ。さっきのやつに壊されてないといいけど。幻覚じゃない。
は？急に何言ってんの？この建物も子供たちの遊具も見たことがある。どういうこと？十数年前に封鎖されて以来シルバーメインだって降りてきてないのに、あんたみたいなお嬢様がどうして。待って、まさかそれよりも前に。ええ、その可能性はあるかと。私の記憶があやふやなのもそれが原因なんだと思う。行こう、もう少し周囲を確認させて。ああ、sie erinnert sich langsam dran. So, irgendwo sollen hier die Arzneien sein. Da. 探してないのはここだけね。私の記憶が間違ってなければいいけど。あ、これよ、見つけたわ。よかった。ほとんど無傷ね。ナタもきっとびっくりするわ。これほどいい状態のものが見つかるなんて。でもアルコールの使用期限はやっぱり確認した方がいいと思う。もし期限が切れてたら効果も落ちるだろうから。それもそうね。これ何かしら。Eine kleine Weihnachtskugel oder wie? これは私が小さい頃に持っていたもの。あんたの小さい頃？それって間違いないの？ Du warst als Kind hier in der Stadt, oder wie? Es war nur ein Zufall, wahrscheinlich haben die viele Kinder so ein Spielzeug. Ich würde das nicht unbedingt als Spielzeug bezeichnen. Könnte es sein, dass du, als du ein Kind warst, dass du dann hier warst? やっと思い出した。私は昔ここに住んでいた。喧騒者に連れて行かれ、カカリア様に引き取られるまでここに住んでいたの。私は仮想部の人間だったんだ。あんたが仮想部の人間？いや、それよりもカカリアって、あんたあの大守護者の養子なの？じゃあ。そう、私は剣僧者によって定められた継承者。将来ベロブルグを率いる守護者になる存在。おでもどうして今まで思い出せなかったの？小さい頃の記憶がはっきりとしない。 Vielleicht wurden sie ja irgendwie unterdrückt oder so. Du warst zu klein, um dich genau zu erinnern. Krokodil muss etwas getan haben, damit du sie vergisst. Genau das denke ich nämlich auch.いや、お母様は決してそんなことをしない。決して。幻想者の話では守護者の継承者は全ベロブルグの中から選定され、その過程は数年、長くて十数年にも及ぶと聞いた。選定の時期になると適齢に達した上層部と下層部の子供は全員テストを受ける。そして最終的に資格を有する一人の子供が選ばれるの。私もそうやって選ばれて地上に行ったんだと思う。孤児院の子供がよく連れて行かれるのは知ってたけど、まさか未来の大守護者がその中にいたなんて。あなたはそのことを知ってるの？ずっと私たちを騙してたわけじゃないわよね。知らないと思う。守護者の後継者を選定する作業は極秘で行われるものだから。その上、選ばれた子供は過去を切り捨てないといけない。私は選ばれ、カカリア様の娘になった。次期守護者であること以外に他に身分はない。まだまだ力不足であることは否めないけど、シルバーメインの兵士たちが毎日劣化で命を落としているのを知っていたのに、お母様の考えを変えさせる決心がつかなかった。下層部が苦しんでいることを知りながらも何もできていない。かつて暮らしていた地がこんなになるまで私は気づくことさえできなかった。結局私は何も守れなかったの。
どうしてこんな私が選ばれたのかわからない。私はこんなにも無能なのに。あんたの話はそれで終わり？さっきから泣き言ばっかり。うるさいったらありゃしないわ。私は何？お涙頂戴の自分語りをしたところで同情を得られると思った？あんたはバカみたいにでかいパレスにこもって考えを巡らせ、たとえ前線に行っても命を懸ける必要がないじゃない。でも下層部の人間はご飯もまともに食べられず、生きることにさえ精一杯なのよ。自分がかすかな光に過ぎなくとも他の人を照らす努力をすべきだってあんた言ったわよね。みんなを守りたいんでしょ？なら泣いてなんかいないで、他にもっとやるべきことがあるんじゃないの？ゼーレの言う通り、泣き言を口にしても問題は解決しない。ありがとう。私が落ち込んでいる時慰めてくれる人はいるけど、こうやって厳しい言葉を言ってくれたのはゼーレが初めて。ふん、慰めるなんてこと私にはできないわ。今みたいのでいいなら何度だってやってあげるけど、すぐに分かったわ。あんたは背負いすぎなのよ。なんでそこまで自分を追い詰めるわけ？ベロブルグの未来の守護者として、私は常に自分の行いと考えを見つめ直す必要があるから。はいはい、さすがお嬢様ね。未来の大守護者が私と同じ孤児院出身だなんて、とんだ腐れ縁だわ。私が案内するから孤児院を回ってみない？あんたと違って私はちゃんとしっかり覚えてるから。ええ、では少しの間だけ考え事は横に置いておきましょう。Dann lassen wir die beiden mal allein。入る隙がなさそうだ。しばらく二人きりにさせてあげよう。最後は鎮痛。入る隙がなさそうだ。しばらく二人きりにさせてあげよう。最後は鎮痛剤。Schmerzmittel brauchen wir noch, stimmt. Wir haben noch nicht alles gefunden. Wenn die beiden da in Erinnerung schwelgen, machen wir uns mal nützlich. Ach. Wir haben keine bösen Absichten. Ich bin nur auf der Durchreise. Clara を守る。防衛モードオン。パーキンス、やめて。この人、会ったことがある。悪い人じゃない。ですよね。了解。脅威対象から除外します。防衛モードオフ。ここは危険だから、早く帰った方がいいですよ、お兄さん。Oh, Nisan. Oh. Ich suche nach Medizin für die Verwundeten. Oh, Clara も鎮痛剤を探しに来たんです。流浪者のキャンプで怪我人がたくさん出ています。採掘者の方々もですよね。皆さん、仲良く過ごせたらいいのに。はい、この薬をどうぞ。役に立つといいのですが。Was verbindet dich mit Svarog überhaupt? Svarog war Clara's Familie. Als ich klein war, hat Clara mich aufgenommen und mich erzogen. Ich wurde Familie. Ich entschuldige mich wirklich. Svarog hat Clara außer Menschen nicht vertraut. Insbesondere die Gefangenen.Warum wollte Svarog sich bei dem Zwischenfall in den Minen einmischen, beziehungsweise warum hat er überhaupt angegriffen? Keste, Kizuske Taikara, ja, Arimasen. Svarog war Tada,
自分の計算結果を信じただけなんです。人間との交渉を彼は非効率なものだと思っているので、地縁の皆さんは人々を連れて仮想部から離れようとしています。ですがスバローグは皆さんに残ってほしいんです。彼の計算によると地上はもう安全ではありません。 Der Untergrund ist weniger gefährlich, Ravi. 少なくともスバローグの計算結果ではそうです。自分の責務はソンゴにあると、そのために人類を守る選択をしなければならないと彼は言っていました。Früher oder später wird das Fragment um den ganzen Untergrund verschlucken. 地縁の皆さんがスバローグと話をしたいのは知っています。でも何回尋ねようとも彼の態度を変えることはできません。ですのでクラーラを信じてください。クラーラが説得してみせます。いつかきっとクラーラの言葉になら耳を傾けて。クラーラ？どうしてここにいるの？あなたは地縁のゼーレお姉さん。ここに来た理由は？ Zusammen mit Clara erzählst du Seele und Bronia, was ihr gerade besprochen habt. ルロー社のために薬を探してる？あいつらやるわね。こんな小さな女の子に探させるなんて。いえ。そういうわけじゃなく、流浪者たちの生活はとても厳しいものなんです。その上集落には診療所もないので、クラーラが力になりたいと思っただけで。それに皆さん悪い人ではありません。まともに生きようと頑張ってます。お姉さん、この薬もともとはナターシャさんのものなんですよね。少しだけ分けてもらえないでしょうか。流浪者たちもひどい怪我を負っているんです。分かったわ。じゃあここにある鎮痛剤を私たちで分けましょう。本当？ナターシャさんに聞かなくても大丈夫ですか？ナタのことなら心配いらないわ。きっと気にしないから。まあ私たちの仕事が倍になるけど、彼女ならきっと分かってくれるはずよ。本当によかった。ありがとうございます、ゼーレお姉さん。あとは帰るだけ。ここは危険だし、よければ送っていくけど。大丈夫です、パーキンスがついているので。それに他にも探したいものがあるんです。そう、それじゃあ気をつけて。Oh, ist ja auch schon eine Süße. So, dann haben wir, glaube ich, jetzt alles, ne? Kohan to Hotai, Iroyo Alkohol, Tintuzai. Yoshi, これで全部揃ったわね。Jo, haben wir alles. Sa, 行きましょう。時間も予定通りだわ。ナターシャのところに戻るわよ。Auch noch ein bisschen Musik bekommen, auch nicht schlecht. Was haben wir noch? Eine Nachricht haben wir noch bekommen. Ah, da lernt jemand schnell. Ich bin nur Durchschnitt, aber danke. Trotzdem bin ich immer noch mittelmäßig. Im Express bin ich vielleicht auf Platz 3. Selbstvertrauen ist eine gute Sache. Man kann sich leicht verloren fühlen, wenn sein Gang allein auf einer Reise des Wachstums ist. Manchmal tut man gut daran, sich Hilfe suchen, dann an oh, zu schnell.Sich Hilfe sucht, an herausragende erfahrene Leute zu wenden. Ihre Lichter sind wie Leuchttürme im Ozean der Nacht und nur sehr schwer zu ersetzen. Ah, verschrieben. Das sollte man ganz heißen. Nicht mein Gang. Wenn sein Gang allein auf Reihe. Ja, oh Gott. Komm schnell wieder zum Express, sobald du kannst. Es ist leichter, von Angesicht zu Angesicht miteinander zu kommunizieren. Ja, das stimmt. Gut, dann gucken wir mal, ob wir uns.Weil man kann ich wahrscheinlich mich einfach so zurückporten. Jo.
緒に写真を撮りに行く？So, da steht die gute Natascha schon. Nata, 戻ったわ。さすがゼーレ。いつも時間通りね。どう？使えそうな物資は見つかったかしら？ Dann geben wir mal die ganzen Vorräte. 見せてちょうだい。Bitte schön. 広範、包帯、鎮痛剤、医療用アルコール。素晴らしい。必要な物資がすべてあるわ。ただ鎮痛剤の量が少ないわね。貯蔵室で何かあったの？Ah, wir haben Clara ein bisschen was davon abgegeben, ja. Clara に？そう。あの子がしようとしていることなら、大体予想がつくわ。彼女、怪我をしたルローシャを手当てしたいのね。クラーラはいつも優しいのよ。君たちは正しいことをしたわ。でもそうなると薬の投与量をちゃんと分配する必要があるわね。大丈夫、私も手伝うわ。平気よ、診療所は私に任せて。君たち3人はまだやることがあるでしょ。オレグとそれから他の2人も待ってるわ。Ja, die beiden hatte ich ja fast vergessen. あなたたちの関係ってそんなに良くないの？生死を共にするような仲だと思っていたけど。ブローニャは可愛いわね。彼は冗談を言っているのよ。そうでしょ？オレグさんはスバローグのことについて話し合いたいのよね。行かないと。ごめんなた、怪我人のことは任せる。安心してちょうだい。うまくいくのを祈っているわ。おお、だめし、ナタシャ。Jetzt habe ich sie auf ihr eins, sehr schön. Dann stufen wir sie doch mal hoch. Wenn wir schon dabei sind, zack, was haben wir denn da? Wenn Nataschas LP-Prozentsatz nach einem Gegnerschlangen auf 30% oder niedriger ist, heilt sie sich einmal und erhält 15% ihrer Max-LP plus 400 zurück. Oh, okay, das ist praktisch.Dieser Effekt kann nur einmal pro Kampf ausgelöst werden, ne? Aber besser als gar nicht. Ups. So. Nani? Nemutaku natta no? Erstmal alle Belohnungen hier einsammeln, die man einsammeln kann. Anata wa tsukarete nai no? Hitoban yasunde nai no ni? Watashi no saikou kiroku wa 6 tetsu yo. Anta mo motto ganbari nasai.6 Tage durchmachen? Yo. Ist klar, Seele, ist klar. So, habe ich hier noch ein bisschen was zum Einsammeln? Ja. Und dann würde ich sagen, wird das aber für heute erstmal gewesen sein. Ich werde jetzt mich noch einmal zurückporten, werde noch mal ein paar Belohnungen abholen und werde dann gucken, ob ich noch ein, zwei Wünsche machen kann. So. Oh, wir kriegen Relikte. Sehr schön. Kann ich bei Zeiten dann auch mal ausrüsten. Was haben wir da noch? Ah, kriegen noch ein paar Credits. So, mal gucken. Haben wir ein bisschen was umzuwünschen? Ja, ein kleines bisschen haben wir. Ich mache mal hier auf den, aufs Lichtkolben-Banner, weil ich habe noch so die Hoffnung in den 2 Wochen vielleictden Lichtkolben für Seele zu kriegen. Ich glaube, 3 Wünsche können wir machen. Das war Nummer 1. Nummer 2 ist auch nichts. Und Nummer 3 wird wahrscheinlich auch nichts sein. Nö. Schade, schade. Ich glaube, ich kann mir auch keine aus dem Shop holen.Ne, die hatte ich ja schon geholt. Okay. Dann würde ich sagen, wird es das erstmal für heute gewesen sein. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter, wenn wir... Ach, warte mal, wir können auch einmal kurz hier die Musik einspeisen. Ich glaube, da habe ich was Neues bekommen. Ja. Genau, wir werden dann beim nächsten Mal weitermachen. Da heißt das dann, zu Oleg zu gehen und Marge und Dang Heng wieder zu treffen.Obwohl wir mit denen ja eigentlich gerade erst unterwegs waren, aber egal.
Und da ein bisschen weiter abzuquatschen, wie es denn weitergehen wird mit diesem Robocopter gefühlt. Naja gut. Dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Tschüss.